ここでは、主に、ルクセンブルク国内のスポーツ事情について記述する。なお、競技そのものに関する詳細な記述に関しては個別の、項目を参照のこと。フランスはファベールツールドフランス総合優勝者を過去に、延べ5人輩出している。1909年に総合優勝を果たしたフランスはファ、ベールは、同レース史上初のフランス国籍選手以外の、総合優勝者。 ニコラ・フランツは1927年から1928年の同レースにおいて、延べ37日間連続で、マイオ・ジョーヌを堅持し、いずれの年も総合優勝を果たした。シャルリー・ゴールは1958年に総合優勝を果たしたが、1956年にジロでイタリアでも総合優勝を果たしている。近年は、フランク・アンディの兄弟の活躍がされ、 アンディは後日アルベルト・コンタドールのドーピング違反による失格があったとはいえ2010年のツールド・フランスで総合優勝を果たした以上の実績もあり当国で最も人気のあるスポーツだと言えるルクセンブルクは人口がわずか46万人強という小国だけにスポーツ選手の絶対数も少なく国内のスポーツのレベルも高いとは言い難い しかしそれゆえに、ルクセンブルク代表として、国際大会に出場することが容易であること、またルクセンブルクは、欧州連合加盟国であり、他の EU 諸国からの、帰化が、比較的認められやすいことから、国際大会で優勝争いができるだけの実力を、持ちながら何らかの事情で出生国の代表となる、ことがかなわない他の欧州諸国の選手が、国際大会への出場権を求めて、 ルクセンブルク国籍を取得するケースがある。過去にはアルペンスキーのマークジラルデリの例などが有名である。日本との関係としてはサッカールクセンブルク代表のジェルソン・ロドリゲスが2019年から J リーグのジュビロ・イワタでプレーをしている。ありがとうございます。